態宣言が明けて、まあ、徐々に生活を戻そうというふうに活発にしようと思ってたところで、また感染者数が増えてきたので、非常に戸惑っているところだと思います。で、私はまあこれからの姿勢として言うんですけど、感染予防対策というか衛生対策をしながら、やはり活動、まあ、人間はやはり外に出て、活動するのはまあよろしいというか、まあ、人と交流して、行くのが大切だし、まあ、私の役割は、オンライン、今日もあの後でオンラインで発信、今もオンラインで発信してますけど、できればリアルで、話し合っていけたらなと思ってまして、本人も、まあ、距離を保ちながら、させていただいております。ということで、活動を再開しております。で、7月4日に合同議会報告会をしました。で、そして予備校の方も実はずっと休みだったんですが、6月下旬から再開いたしまして、まあ、当然感染距離を取りながら再開いたしまして、まあ、私、学部受験生を出ているので、ウイルスの講座というのは特別講座でやったんですね。で、そしたらすごい人がいました。密にならなきゃなっちゃいけないので、席を間引いているので、まあ、結局、間引いた席だと入りきれないぐらいの、まあ、80名ぐらい参加しようとして、実際は60名、席を絞ったので60名という形になりましたけど、やはり、ウイルスの本質を知りたいというような、やはりそういう、まあ、オンラインでもやりますけど、そういう実際に生の話を聞ける機会を求めているかなというふうに思っております。そして7月の15日には本日もいらしていただいているんですが、私は半年に1回、大学生の休み期間に合わせて8、9月、ですねと、それから2、3月に大学生の、議員のインターンと受け入れ議員の活動を一緒に体験して、まあ、社会勉強に役立っていこうというそのドット JP という団体がありまして、そこからの紹介で大学生が、来ております。で、今回3期目なんですね。で、前期の2、3月期はちょうどコロナの発生の時期がかぶさってたので非常に難しかったんですが、まあ、2月の時にはまだ非常事態宣言が出されてなかったので、例えば動画の発信を手伝っていただいたり、まあ、まだ人もできたので、人のマスクしながらですけど、演説の時のそのチラシ、まあ、私の議会の報告書に配るということをしていただいたりしました。で、そういうのを前期の学生インターンについてもやったんですね。で、今日も、まあ、来ていただいているインターンの方というか、このドット JP 自身がこの状況で、学生を受け入れるのかというのは、私もちょっと言われるまでは分からなかったんですけど、やはりこの状況の中でも学びたい学生がいるということで受け入れることにしまして、5月の15日、まあ、そのバーミヤンで初めて面接をしました。そういうことですね。で、そして20日に市議会文教委員会がありまして、これ後で詳しく報告しますが、学校の衛生基準などについて議論いたしました。そしてこれも後で詳しく報告しますが、コロナ何でも相談会での7月23日に東船橋でありまして、ここにもいらっしゃった方の相談を受け付けて、実は27日と31日に生活保護につなげるという形をしました。それともう一つ、25日にこの勤労市民センターの地下ホールを利用しまして、ナイチンゲールと、まあ、ロザリンド・フランクですね。ロザリンド・フランクに、生誕100年と、ナイチンゲールの生誕200年を、まあ、考える講演会というのをいたしました。で、という形ですね。で、私自身は先ほど細胞等に言ったように、まあ非常事態宣言が出て公共施設が完全に閉じればまた話は別ですけど、まあ、公共施設が衛生基準を、厳密にしながら開いている以上は、やはり市議の役割としてこういう機会を公開していきたいし、皆さんの意見も直接お聞きしたいし、まあ、様々なこう活動を
が、指揮官に関わることですが、この報告に書きましたように、指揮官の文教委員会で、特に小中学生の、様子について、議論いたしました。これは文教委員会ではもう再三休校に入る前、休校に入った後の状況とか、大体もう月に2回ぐらいはしっかり話し合って教育委員会に提言してるんですね。その提言の中で例えば一つ役立ったと思うのは、ここの、6月の文教委員会で、登校を始めると、そしてマスクを着用必須だという話になったときに、マスクってのは実は、私も今してますけど、これやっぱり熱中症の危惧がですね、で特に7月まで登校するということなので、熱中症の危惧があるから、子どもたちに適度にマスクを外す時間とか、水分の補給をしっかりすべきですよというふうに質疑したところ、結構これは学校に徹底されたようで、結構子どもたちは、登校の時にはさすがにマスクをしていますけど、登校後、適宜、必要によって水分を補給したり、マスクを外したりすることができるようになりました。で海神中学校を通った時に体育の授業がたまたまやってたんですが、私も体育の授業についても危惧してたんですが、全員マスク外して離れて運動してましたので、過剰な不適切な場所でのマスクの使用というのは、この文教委員会で、お願いしてたことが徹底されたかなという感じがいたします。それで、子どもたちは、3、4、5月が休校でありましたので、6月から学校が再開しまして、夏休み短縮して授業をする形になりまして、昨日4月31日まで、授業だったんですね。でそして今日から、実質夏休みに入りました。で7月の16日まで夏休みで、4月17日から再開されるということです。でこれにあたって、本当は当初の案は7月の、8日まで授業というか、8月の、8日まで授業で、夏休みは10日間しかないという案だったんですが、これは短縮、やっぱり夏休みある程度持った方がいいということで17日間になりました。でそのためにどうしたかというと、もともとの計画では、6月1日再開時点の学校の計画では、6月の1日から8月の8日間まで授業すると。ただ特に7月の4、11、14、11の次は18だから19、20からは、本当は夏休み期間だったはずなので、午前授業にして、でこの8月の8日と、それから8月の17日から8月の31日、これも午前授業にする。これが当初なんだったんですね。でそうすると夏休み期間は10日間になる。夏休み期間は10日間になる。さすがに10日間というのは、家族的にも子ども的にも、辛いだろうということで、ここをちょっと、教育委員会もよく考えて改良したんですね。でどうしたかというと、1月の20日から8月の、7月の31日ですね、までは午前授業だと。でこっからここまで、7月のここですね、午前授業をちょっと当初の予定よりも1週間、早めに終わると。そして夏休みを持つと。でその上で8月の17日から31日の間を、午後授業と。で午後もそんなに長くは大変なんで、2時までですね、5限かな、昼休みが終わって、5限を取るということになります。でそうするとどうなるかというと、
午後2時ぐらいまでありますので、ここに何かが入るんですね。わかりますね。切りやすい給食が入るね。給食で、この給食が実はネックだったんです。というのは調理員の立場に立ってみると、まあ、給食室の大釜とか使いますので暑いんですけど、それが8月の下旬ですね。で、そのそういうこともあってちょっと夏の給食がきついんじゃないかということで当初はこの案だったんです。で、これをこうしたするために船橋市はスポットクーラーっていうのを、配置することにしたんですね。で、スポットクーラーっていうのは、まあ、くっつける、まあ、大きなクーラー で外特に調理場の中で暑い場所にクーラーを吹きつけるという、改良をして、まあ、調理員が作業しやすいようにしようということで、6月の何日かに、あ、一応スポットクーラーが、まあ、こういう時期ですので注文が殺到すると手に入らないこともあるんですけど、もう手に入りそうだという目安がついたということで、スポットクーラーの購入の補正予算というのが、まあ、6月の下旬に提案されて、そしてそれがついたんですね。で、まあ、それ可決、私も含めて可決いたしますので、で、そうすると実際可決されたのが6月30日ですから、発注したり整備したりするのにさすがにここは間に合わないということで、まあ、ここだったら準備できるだろうということで今準備中のはずですという改良をしまして、夏休み期間を広くする改良ができたんですね、ということが一つです。それともう一つ、前回4月4日にここの議会報告会でやった時にはちょっと想定してなかったんですが、その後、まあ、今、もうこの時期ですので名前を言いますけど、二宮省と、市場省で、まあ、児童の感染が判明いたしまして、児童感染が1人でもあるいは教職員が1人でも感染するとその学校については、全校休校だという方針でありますので、二宮省と市場省がそれぞれ休校になりました。で、二宮省が7月の6日に判明して7月の7日から7月の10日まで4日間の休校、そして、市場省が7月の9日に判明しまして7月の10日から7月の17日まで、休校ということになりました。で、この休校にあたっては、かつて3ヶ月の休校、3月から5月の3ヶ月休校があったときに、やはり子どもたちの勉強が全然保障されなかったんですね。で、先生とも連絡が取れないので精神面も不安定だったという反省がありまして、もしこのような事態が起こったら、きちんとオンライン授業とかせめてオンラインの朝会とかそういうのもすべきだろうということを、まあ、私も含めて文教委員会で議論をしまして、議論はしていたんです。ところがまさかそんなにすぐに発生するとは、まあ、さすがに思ってなかったんですが、その、6月の7月か、7月のそういう段階で発生した時に、どうなったかというと、二宮省がたまたまそういうオンライン授業の検討の責任者の方がいらっしゃるところだったんですね。ということで実は翌日ですね、7月の7日から休校期間が入ったんですけど、7月の8日からだったかな、オンライン授業をすることができました。で、これは実は限定的でありまして、これ重要だから書くべきだ。7月の6日7日から10日までが1月の7日から10日までが二宮省で、7月の10日から7月の17日が市場省、で、この2校につきまして小学校6年生、オンライン、ズームで、まあ、オンライン授業をしました。まあ、大学生の皆さんはズーム当たり前になっていると思うんですけど、ズームオンラインをしました。で、まずなぜ小6だけだったかというと、実は
まあ、こんなに大きなものではありませんけど、そのやはりこの間の議論の中で、小学校の ICT 環境というか、その、通信環境については2つ、2つのことが同時並行的に進んでいるんです。これで2つ連関してるんですけど、1つは国全体の方針でギガスクール構想というのがありまして、1人1台のタブレットを、小中学校に配布するという、まあ、大規模なその予算が、予算案がありまして、まあ、補正国が自治体に対して補助するんですが、それが来年度ですね、2021年度から本格スタートするということで、その準備をしているところです。ただこれはまだ準備段階であって、実際に全学年にタブレットが配布されているわけではないということです。ただこの、ギガスクール構想のタブレットは、実は2つの事業があって、ギガスクール構想のタブレットと、もう一つの話としては、やはり通信環境のない家庭に Wi-Fi 環境とタブレットを この2つの出来事が同時に進んでるんですね。でこれは、2021年の4月からです。でこちらの通信環境のない家庭フォローというのは実は、まあ、現在進行形で進んでまして、国が補正予算を出したこともありまして、船橋でもタブレットを配布したんです。ただちょっと台数に限りがありまして、1780台配布した。でその1780台を、例えば各家庭に調査を出して、あなたのうちにはお子さんが使えるネット環境とパソコンがありますかという調査をして、そうしたところ1割の方が、大体1割の方がないということ。でそうするとその1割の方は自宅のパソコンとかで、例えば Zoom やっても Zoom できないわけです。でそこで、事前に、まあ、その配布したんですね。 Wi-Fi 環境とタブレットを配布しました。でそれが、1780台で配布できたのが中学3年生と小学校6年生、これ優先順位を決めて配布して、で少し余ったので、今中2に配布してます。でそうすると、今回は小学校6年生だけは実はギリギリ、6月の上旬ぐらいにタブレットが配布されてたんですね。ということで、実は、全家庭が、オンライン環境にあったので小学校6年生について Zoom ができたということです。で二宮省でやった経験をその二宮小でやった先生たちのところに市場小が最終日に見学に行って、現場の先生が。でそして市場小で発信をしたという形になりました。で市場小に発信したところの2日目、私見に行ったので、朝倉未来の公式サイトにそのレポートが書いてありますので、いいんですけど、やっぱり全子どもが先生と画面で対話ができて、いる形です。で、Zoom は実は、これ契約上無料契約しかしてなかったんで40分で切れてしまうので、授業を30分にして5分前から入って5分後に出るという話にして、そうすると面白かったのが、その、30分の間は先生が、授業してますので、まあ、当てる人しか指名できない、だからミュート音声を発信するのはその当てた人だけなんですけど、授業前と授業開始後はミュート解除するんですね。そうすると友達同士でこう声かけ合ったりできる。だから授業前のざわざわ感がネット上で再現されるということがありまして、非常に面白い取り組みだと思いまして、これは実は、まあ、これから万が一休校が発生しても、まあ、中3と小6については、まあ、現時点で対応ができる状態になります。であとこれに関連してなんですが、私今二宮小市場小というふうに話をさせていただきましたけど、これそれぞれ休校が解除されて安定してきたから今は話しております。ただちょっと微妙な話がありまして、船橋市のその感染者の発表の仕方なんですけど、基本的には個人についてはプライバシーに配慮してその、はい、まあ、発信する情報は限るんですね。そうすると学校についてはどうかというと、学校名は公表するんです。それは
学校名を公表しないとすごいやっぱ噂話が小学校その船橋の小学校の親全体で始まるんですね。どこの学校だどこの学校だってことで学校名を公表せざるを得ない、まあ公表した方がいいんですが、実は非常に悲しいことに学校名を公表する地域が特定されると。そうするとこれちょっと間接的に聞いた情報なんで本当にそうだったかっていうのは私自身は正確に確認してないんですが、例えばその小学校の子が、まあ、ちょっと公園に行っただけで来るなと、まあ、来るなとまでは言わないけどちょっと、嫌な顔されたみたいな話も聞いておりますので、裏腹なんですね。ただ、学校名までは公表せざるを得ないなと思ってまして、私も市の発表を受けて二宮小一場小の名前を公開したんですが、だから調べれば分かるんです。調べたい人が調べれば分かるんです。例えばオンラインの取り組みが積極だった的だったということに学校名つける必要があるのかという疑問、これちょっと池田道夫さんと対話の中でその、まあ、そういう疑問がありまして、よく考えてみたら、まあ、確かに二宮とか市場とか言わずに、もうオンラインの、休校した学校でオンラインの取り組みが始まったというのは言えるなと思いまして、実はネット上では実は私 A 小学校 B 小学校という形で、オンラインの取り組みを発表している形になりまして、まあ、パッと見たときにやはり具体名があるのと、まあ、よく調べれば具体名が分かるというのではちょっと受け取り方が違うんじゃないかということでそういう配慮をさせていただきました。じゃあ、それがあの教育委員会関係、まあ、このやはり、オンライン授業が実際にすぐに7月に行われることになるというのは6月の文教委員会の時点では、実は私も含めて多くの人間が想定しなかったんですけど、まあ、準備しておいてよかったなという感じがいたします。それと、もう一つが、先ほど言ったことにつながるんですが、7月25日にナイチンゲールの講演会を、ロザインド・フランクリンの講演会いたしました。このチラシに書いてあるように、まあ、世界を変えた2人にとって衛生対策と DNA、RNA ウイルス研究ということで、あの2人の業績が今私たちに引き継がれているということでやりました。で、これについてもやはりリアルで開催することについて、まあ、いろんな、見方はあったと思うんですけど、やはりやってよかったなというふうに考えました。これはやがてはネット上に YouTube で発信しますので、ネット上でも見られる形になりますけど、やはり、生の講演という形で、あと実はここにちょっと書いてないんですけど、ミニライブもやったんですね。このミニライブとの歌を実際に京子さんという方が歌ったんですが、まあ、席、ステージの後方にで歌って、なおかつ前列5列空けました。まあ、それだけの距離を空けて、その歌が終わった後は2時間の休憩、2時間を取るという形で、衛生対策に配慮しながらさせていただきました。まあ、そんなような形で、